2013年度プロレス大賞最優秀タッグ賞を受賞した TMDK。 しかし 1.25 大阪での GHC タッグ選手権では小規模軍による度重なる乱入、反則お構いなしの暴走ファイトの前に大苦戦。その結果シェイン・ヘイストが森島のバックドロップの前に敗れ、納得できない形でタッグベルトを失った TMDK。 It's the global honor crown. It's no honor. You guys are thieves. It's no honor among thieves. 理不尽を許さない TMDK。 2.8 後楽園 GHC ヘビー級選手権でもセコンドが乱入し、挑戦者永田裕二を追い詰める長期防具。しかし TMDK 来ました。 TMDK もこのやり方に対する抗議でしょうね。もう TMDK も黙っていられない。 TMDK が永田に加勢した結果、森島は GHC ヘビー級のベルトを失うことに。タイトルをめぐり因縁渦巻く両軍、今日ついに全面対決。セミファイナル、小規模軍 VS TMDK、 森島たけし、マイバッハ谷口、大原はじめ組対マイキーニコルス、シェイン・ヘイスト、ジョナロック組。本日のセミファイナル、長期ボール VS TMDK、 6時間マッチ、6時間の日本勝負を行います。失った崇高な GHC タッグ選手権のベルトを奪い返すため、マイキー・ニコルズとシェイン・ヘイスト、ジョナ・ロックを伴って現チャンピオン超希望軍と激突する6人タッグマッチ。狂気に乱入、いいようにやられた 1.25 大阪でもタイトルマッチ、丸腰になった TMDK はフラストレーションの塊と化しています。TMDK3 人目の男、ジョナ・ロック、怒りに燃えるシェイン・ヘイスト、TMDK の司令塔マイキー・ニコルス、今コールを受けました。2014年のノアに起きた最初の事件、ブレイブを裏切った森島たけしの超希望軍の結成。今日は現 GHC タッグ選手権者森島たけしとマイバッハ谷口が途中加入の大原はじめを従えてリファ有明に登場します。狂気攻撃と乱入を繰り返すクール無用の超希望軍、しかしこれがチームカラー、早くも何か起きそうな不穏な空気が会場を支配しています。まず大原はじめが入場、さあそして後ろからさすまたにベルトをかけてマイバッハ谷口、そして森島です。さらに超希望軍は天を思いますが、解説は佐久間和彦さんです、よろしくお願いします。お願いします。いきなり来ましたね。やはりこれ大荒れ必死の試合と見られていましたが、来ましたね。仕掛けたのは TMDK ですね。そうですね、やっぱりね、これ乱戦になるのが超希望軍得意ですから、先にね先手打っていかなきゃこれはスペース握れませんからね。そうですね、やはりあの 1.25 大阪ボディメーカーコロシアムで行われた GHC タッグ選手権、はい、敗れた TMDK、 やはりあの、はいはい、先手を取られた感じがありましたよね。そうですね、やはりね乱入で常に主導権に握られていた感じがありましたから、はい、相手が乱闘で仕掛けてくるなら先に行こうということですよね。これはしかし乱入といえば、今日も超希望軍この試合のメンバーではないんですが、はい、剣豪も同時入場という形で市内を持ってきました。この辺りもどうですか、まだ今やってます、ね、剣豪は入ってますよね、乱闘に今頭を押さえていますが、今 TMDK シェイン行きますよ、これ起戦を制そうと、あとさあシェイン・ヘイストが飛んでいった、いやいや来ましたね、来ました、これは覚悟の表れですよ。そうですね、いやーコーナーのトップからダイビングを見せました。みんなまとめていきましたよね。いや3人投げ倒しました、はい、さあ今マイキー・ニコルズが森島にダブルスレッジハンマーを落としていった。さあディファ有明セミファイナル45分の一本勝負、まさに大荒れ、
これタッグを奪われた TMDK、どうしても早めにこれはリマッチをやりたいというふうに、そうですね、やっぱりこういう、ね、戦いで結果を残せば挑戦というのも見えてきますからね。そうですね、6人タッグではありますが、これはリマッチを要求するには格好のカードと言えますね。そうですよね、そして今日は、まあ、当然ね、全面対抗ですし、3対3ではありますけどね、ケンオーがいるので4対3の図式になりますけど、そうですね、それでなおかつ勝てばね、確実にベルトへの挑戦権というのは巡ってきますよ。4軍構想で活気づくこのノアのマットですが、 TMDK 去年のプロレス大賞最優秀タッグチーム、さあ今シェインヘイスがリング上片指固め、マイバッハ谷口を今抑えていきました。いや、しかしやはり予想通りの大荒れの展開、そうですね、ちょっと落ち着きましたが、まず序盤TMDK がペースを握ってますね。はい、これはね、いい展開だと思いますよ。やっぱりこう乱戦はね、相手の得意とするところですから、それで来ても俺たちは負けないよっていうのをね、先に示したっていうのはこれ大きいでしょうね。そうですね。そして、マイキー・ニコルスは16歳でプロ入り、28歳にしてキャリア12年、はい、そしてシェーン・ヘイスとは17歳、共に高校在学中からプロレスラーになったんですね。そうですね、これね、本当に、まあ、オーストラリアからですけどね、はい、ノアで本当経験積んで、彼らはね、崇高なるベルトっていうことをね、取られた後にも言ってましたけど、そのね、ノアのスタイルって本当に学んできてるだけに、うん、この今の長期防御のやり方に対してのね、不満っていうのは非常に大きいと思いますよ。はい、さあ、マイバッハ谷口にポーズの体勢カウント2。オーストラリアでは月に一度ほどしか興行が組まれないので、はい、なかなかチャンスがなかった、うん、そして3年前にノアにやってきたこの TMDK、マイキー・ニコルスとシェイン・ヘイスト、やはり刺激的なマットで、そして去年 GHC の王座を取って、はい、そして3度の防衛、最優秀タッグチーム賞獲得、急成長と言っていいですね。そうですね、やっぱり本当にみるみるうちに成長していきましたよね、はい、またね、去年はタッグベルトを持っているので、防衛戦のたびに進化しているのが分かった、まだ進化できるにもかかる、今も今日反則ですね。また今、いや、これ悪どいところで、これせっかくの、ね、今もね、レフェリーのブラインドついてますからね、はい、いや、今ジョナロックが入ってきますが、こういうところですね。そうですね、アピールをしながらレフェリーを遠ざけたり、また場外ですか。あと今度は場外で、ね、あっとしないしない、あと森島がしないで選んだ、そしてさすまただ、あと、いや、これね、もう青コーナーちょっと熱くなりすぎちゃいけませんね。これは西田がレフェリーは今青コーナーに集中していますので、今完全に今、ね、シェインヘイソですか、やられているのは。そうですね、シェインが捕まってますね。いやー、目まぐるしい展開ですが、徐々にこの超希望軍が悪の色を FIFA有明で見せてきました。さあ、今度はあと今度は場外に連れていきました。マイバッハ谷口がシェインヘイストを場外に連れていきました。 1.25 大阪でマイバッハ谷口、森島武がこの TMDK に挑戦して GHC タッグの王座をつかみました。その時点で森島は二冠王になったんですね。そうですよね、まあ、この、ね、やり方で二冠王になってしまいましたからね。そうですね、その後2月8日後楽園決戦で森島は永田に敗れて GHC のシングルの王座を奪われました。現在はこのタッグの王座だけを持っていますが、さあ今これはシェインヘイストが完全に場外でダメージ大きいですね。森島は2月3日、このシェインヘイスト後、はい、楽園ホールでね、バックドロップでシングル、はい、葬ってますが、かなりこのシェインヘイストはこの超希望軍のやり方に怒りをあらわにしています。このベルトは崇高なベルトではなかったのか、そういった言葉も残しました。あとカウントが場外カウントは20秒までです。なんとか入りました、うん、さあ、そしてリング上は大原はじめです。この大原はじめも3月8日有明コロシアム、はい、剣王と組んで小川芳生ザックセイバージュニアの GHC ジュニアタッグの選手権に挑戦しますね。そうですね、まあ、やっぱりね、大原も生き生きとして今試合をしてるんですよね。そうですね、もともとはメキシコ登竜門出身、はい、そしてこの人はいろんなところで試合を経験してきてるんですね。メキシコ時代は本当にトップリードとして、ね、戦ってましたからね、はい、こういう、ね、乱戦だったり、ね、レフェリーの資格を作るっていうのは得意なんですよね。あと花道でラリアット、シェイン・ヘイスと花道でラリアットを食らいました。そして後頭部を戦ったこの GHC タッグのベルト、どうしても取り戻したい、そのためには今日の試合にすっきり勝って、はい、
タイトル挑戦をアピールしたい DMDK でありますが、これねやっぱり森島マイバッハやらざるを得ない状況に追い込みたいですよね。そうですね。いやしかしまだその状況にはなっていません。この辺り今入ってきた大原はじめもうまく試合をコントロールしています、はい、そうですね。スリーパーポイント、まあね、好き放題暴れているように見えてしっかりとこう連携が取れてるんですよね、はい、メキシコアメリカさらには、スペインイタリア、はい、エルサルバドルやグアテマラでも試合の経験がありますこの大原はじめであります。完全にメキシコでデビューをして、はい、そして最高峰のアレナメキコで試合ができるまでになったというこの大原はじめであります。トルキノドラゴンの主催する登竜門にもともと入門したこの選手、タイトルを NWA のタイトルを2つ取ったんですが、それは海外でのタイトルだった。今のようなしつこい攻撃も、見せ場でありますけれども、まだこの日本国内でのきちっとした認知度がないので、そうですね、そのためには何としても GHC のジュニアのベルトを取りたい、はい、そう話していた大原はじめです。これね本当にチャンスですからね、彼にとっても。そうですね、名前を挙げるチャンスがノアの後にやってきた。強烈ショルダースルーはハイアングルだ。カウントどうだ。マイバッハ谷口の、いやー高い高い力ありますよね。やはりショルダースルーですが、そして今度はキャメルクラッチの体勢に入ろうとする。さあ完全な形で今入りました、はい、しっかりとね相手コーナー命位置でやってますからね。そうですね、これカットいけないですよね。さあは後ろから背後から出てきたのは、あとレフェリーに対してこういった唐突にレフェリーに襲いかかるようなことを平気でやります。いやちょっとこうレフェリーもね試合をコントロールするのが難しくなってますよね。何でもやっていいんだというのがこの超希望軍、はい、しかしその言葉にもちょっと程があるという感じがするんですけれども、狂気も出します、乱入もあります。今日は6人タッグマッチですが、リング下には剣王も来ています。さあそしてシェインに対してラリアット、強烈130キロの体重が全部乗った右をならラリアット森島飛びますよ。さあそしてさあ飛ぶか飛ぶか、森島がシェインフェイスにミサイルキック。さあそして大原はじめとマイバッハ谷口がマイキーニコルズ、そしてジョナロックにタックルを食らわした。そして強烈なラリアット、シェインフェイスと1回転カウントが入る。カウントが入る、どうだ、カウントカウント2、シェインフェイスとカウント2。さあなんとかなんとかシェインにバックドロップの先制、これはもう食らいたくないですね。バックドロップを受けると、これはヘイスとも一度後楽園でバックドロップを食らっているが、あーどうだ、投げっぱなしとジャーマー、今自らもジャンプしながら行きましたね。いや驚きました。この2人はバネがあるんですよね。力もすごいですね、そして DMDK 第3の男ジョナロックが出てきました。この人も重厚なファイトなんですけれども、かなり動きは速いですね。ご覧になりますよね、ボディースターズドロップを打っていきました。さあそして気合いもろともスプラッシュ技だ。サモアンプレスに持っていったカウントは2。ちょっとここね今シェインが捕まってたんでね、ジョナロック踏ん張りどころですね。そうですね、キャリア7年というジョナロック。さあそして体格ではこれ森島に引きを取りませんね。いや上ともありますし、強烈この技です。いや今のはね横から行ってよかったですよね。側頭部に打っていきました。ジョナロックも健闘しています。オーストラリアはアデレード出身のジョナロック現在25歳。さあ場外ではシェインヘイスト、シェインフェイスが倒れていますが、かなりダメージ大きいですね、はい、ヒップアタック捕まってましたからね森島ヒップアタック。やっぱりここでね今ジョナロックも捕まるとかなり苦しくなるのでね、そうですね、タッチワークをコーナーしたいですね。まだマイキー・ニコルスの活躍の場面が見られません。今日の6人タッグマッチ、ひざまずいたジョナロックに対して低空飛行のドロップキックを大原はじめ、剣王と組んで 3.8 有明コロシアムで小川義成、ザック・セイバージュニアの GHC ジュニアタッグの王座に挑戦することが決まっています。さあそしてあと後ろからこの辺りバッククラッカーですね、強烈ですね。いや強烈です。背骨はさあムイビエンか、ムイビエンに入りました、入りました、変形の片身が攻めムイビエン。さあ今マイキー・ニコルスが入ってきた、そのマイキーを場外に落とします。森島武史、そして森島がさあロープに飛んで、あとこのダブルチョップを阻止したジョナロックはそのまま持ち上げ、あと強烈です、フルネルソンから落としていきました。尾てい骨をしたたか打ちました大原はじめ。
さあそしてジョナロックからかなり長い時間ローンバトルしてしまったシェイン・ヘイストが、さあハイアングル、このジャンプ力、そして勢いでマイバッハ谷口も一周、強烈なニールキック躍動します。あサマーソントドロップ見栄を切ります。シェイン・ヘイストタイトルを失ってフラストレーションの塊になった TMDK、 持ち上げるそのまま落としていった。カウント入る、大原はじめ返しました、右肩上がりました。45分の一本勝負、両チーム負けられない一戦になりました。さあシェーンがそのままロープに飛んで、しかしあっと、いや強烈なワンハンドバックブリーカー、風車式で落としていきました。そしてマイバッハ谷口、さあ現在 GHC タッグの大座を保持しているマイバッハ谷口、この試合でとにかく再挑戦の気持ちをなくしてしまわせてしまいそうな、そんな、いや強烈なパワースラムだ、格が違うんだぞという形で試合を進めていっている、そんな感じがします。3対1になったんでこれピンチですよ。そうですね、これ危ないですね。 TMDK にピンチが訪れました。まずは大原はじめがいった、そして今度はマイアッハも走っていった、ラリアット、そして森島が強烈ヒップアタック、そのまま落としたスプラッシュ攻撃。さあマイキーニコロス入りました、しかしすぐさま場外へ、ジョナロックがフォローに入りますが、どうやらペースは超希望軍、これはもうマイバッハは決めに行く形ですね。そうですね、さあ TMDK の息の根を止めるか、チョークスラムで落としていった。さあどうだ、カウント入る、カウント2。さあ TMDK 大ピンチが続きます。そして今度はそのままマイバッハボムか落としていった、ここでマイキーニコラスにタッチです。ようやくマイキーが入っていった、しかしバックを取った、そのままヒップアタック、パーッと連携が出ました。もう一回いった、佐久間さん、はい、さあカウントが入る、どうだ、ようやくいい形になりましたよね。今 TMDK らしい連携が、はい、まあ、この試合初めてと言っていいんじゃないですか。そうですね、流れるような技が出てきました。これからです、マイキーとシェインが2人で連携がいくといいですよね。さあそしてなんとしてももう1回 GHC タッグのベルトを腰に巻きたいマイキー・ニコルス、シェイン・ヘイスト、そのためにはこの試合でつまずいているわけにはいきません。そして今度はジョナロックもいった、さあそのカウントが入るのだ、カウントは大原がカットに入りました。これなんとかね、今チャンスになりましたからね、分断したいですね。さあそしてこの2人の得意技連携、さあ拳を握りました、あとラリアットと、そして今度は膝を打っていきました、カウントが入ります。さあなんとかしてこの森島をね分断したいですよね。そうですね、さあ森島にそのままあと落としていった、さあボンバレーです、最後はチャンスですよ、チョークスラムの形で落としていきました、強烈。さあTMDK チャンスが訪れた、今これ2対1ですからチャンスですね。さあマイバッハに対して、さあサンダーバレーか、サンダーバレーか、持ち上げるか、サンダーバレー持ち上げた、大原は入れない、大原は入れない、そのままリング中央、サンダーバレー、カウントが入る、マイキーニコル総大込む、カウント3、 TMDK 勝ちました。佐久間さん、はい、TMDK かなり劣勢に立たされましたが、やりましたね。最後はあの大阪での試合で乱入で阻止されたサンダーバレーで勝ちましたね、はい、しかもねチャンピオンの、ね、マイバッハから取ったので、これはね挑戦のチャンスきますよ。そうですね、この高々と掲げた両手はこれ何としてもリマッチに結びつけたい、はい、そうですね、そんな意思が現れてますね。マイク持ちました、おっと
Ariake Coliseum. TMDK GHC Tag Team Title Match。有明コロシアムで挑戦でって言ってますよね。そうですね、有明コロシアムで挑戦させろと、今この試合で勝った、はい、しかもマイバッハ谷口からゴールを奪って勝ったシェインフェイスとマイキーニコルズ、リマッチへの大いなるアピール。いや、これはますます 3.8 有明コロシアム大会が楽しみになってきました。そうですね、これタッグもう待ったなしでしょうね。そうですね、いや、これは正式発表は、まあね、まだどうなるかは分かりませんので、はい、ただご覧のようにジョナロックを加えた DMDK3 人衆、今日は劣勢を盛り返して、はい、最後は会心の勝利と言っていいですね。そうですね、まあ、弾みがつきますよね。1月25日不本意な形で超希望軍に GHC タッグ選手権を奪われた形の DMDK、ここリファ有明で大いなるアピール。ああ、そして今シェイン・ヘイストは切削の上でコークを取って、はい、大いにファンにリマッチをアピールしました。15分39秒、最後はサンダーバレーからの体固め。マイキー・ニコルス、シェイン・ヘイスト、ジョナ・ロックが森島武、マイバッハ谷口、大原はじめ超希望軍を下しました。